令和元年9月14日富士通スタジアム川崎にて 2019X リーグイースト本日が開幕戦となります。三菱商事クラブトライアックス対ハリケーンズの一戦が13時キックオフで、行われます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ハリケーンズレシーブ、トライアックスキックオフ、ハリケーンズリターンで試合が始まります。プレーナンバー1-4、ハリケーンズサーダンウェイト、ボールオン自陣34ヤード。インターセプト。タッチャー。ハリケーンズ10番、パスを投じましたが、このパスを取ったのはトライアックス12番。12番、そのまま相手エンドゾーンに飛び込み、タッチャー。トライアック6点獲得です。プレーナンバー1-18、ハリケーンズファーストダウン10、ボールオン自陣45ヤード。QB サーク。クォーターバック10番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、トライアックス33番が QB サーク、約4ヤードロス。プレーナンバー1-19、ハリケーンズセカンドダウン13、ボールオン自陣42ヤード。ここでボールをファンブル。センターからのエクスチェンジの時にボールをファンブルしました。これを抑えたのはトライアックス。したがって攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー1-23、トライアックス相手陣31ヤードからサーダウン11、攻撃権の更新には11ヤードの獲得が必要です。インターセプト。クォーターバック9番、ロングパスを投じましたが、このパスを取ったのはハリケーンズ19番。したがって攻守交代です。ターンオーバー。トライアックス前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1-30、トライアックス自陣45ヤードからサーダウン9。QB ドローによるランを起こりましたが、これはアジャストされ QB サック、5ヤードロスです。プレーナンバー2-3、ハリケーンズサーダウン2、ボールオン相手陣39ヤード。インターセプト。ターンオーバー。クォーターバック10番、プレイアクションから右ブーツレック、そこからパスを投じましたが、このパスを取ったのはトライアックス38番。攻守交代です。ターンオーバー。トライアックスファーストワン。トライアックスファースト。
クォーターバック18番オプションプレーから自らキープ、左オフタックル駆け上がりファーストダウン、プレーナンバー2-19トライアックス、ファーストダウン2ゴール、残り8ヤード。パス成功、タッチダウン。クォーターバック18番エンドゾーンに走り込んだ88番へのフライパス、このパスを88番がキャッチし、タッチダウン成立です。トライアックス6点獲得。プレーナンバー2-25ハリケーンズ、サードダウン12、インターセプト、クォーターバック10番が投じたパスを受け取ったのは相手チーム、トライアックス28番、攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー2-27トライアックス、セカンドダウン2ゴール、残り3ヤード。タッチダウン。ランニングバック45番ハンドオフから右オープンを突きエンドゾーンに入り、タッチダウン。トライアックス6点獲得。プレーナンバー2-30ハリケーンズ、ファーストダウン10、ボールオン自陣31ヤード、前半の残り時間は1分58秒。ハリケーンズ自陣31ヤードよりファーストダウン10。ランニングバック8番オプションプレーのピッチを受け、左オープン展開、約9ヤードの前進。プレーナンバー2-31ハリケーンズ、セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン自陣40ヤード。ハリケーンズファーストダウン。プレーナンバー2-34サードダウン7、パス成功、ファーストダウン。ターゲット3番ファーストダウン獲得です。時計回ります。プレーナンバー2-36ハリケーンズ、セカンドダウン10、ボールオン相手陣20ヤード、前半残り時間は53秒。タッチダウン。クォーターバック10番再びエンドゾーンへのパス、ターゲット89番これをキャッチし、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。ハリケーンズ6点獲得。プレーナンバー3-2トライアックス、ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。クォーターバック9番パスを投じようとしましたが、これを、ハリケーンズ77番が QB サック。プレーナンバー3-10ハリケーンズ、セカンドダウン11、ボールオン相手陣27ヤード。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック10番スティープ・ペイからのパス、しかしこのパスを取ったのはトライアックス28番。プレーナンバー3-12トライアックス、セカンドダウン6。トライアックスファーストダウン。トライアックスファーストダウン。今度はクォーターバック18番、再びパスを投じようとしてスクランブル、中央切り込みファーストダウン。
プレーナンバー3の17トライアックス、フォースダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣14ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。ランニングバック25番ハンドオフから地を突破、大きく前進しファーストダウン、ギャンブル成功。ナンバー3の18トライアックス、ファーストダウン2ゴール残り5ヤード、トライアックス後半1回目のタイムアウトを取りました。タッチダウン。クォーターバック9番プレイアクションからワイドレシーバー84番にパスを通し、84番そのままキャッチアンドランしエンドゾーン、トライアックス6点獲得。プレーナンバー3の29トライアックス自陣43ヤードからファーストダウン点。トライアックスファーストダウン。トライアックスファーストダウン。ランニング枠7番ハンドオフオプションで自らキープ、ボールをギブされファーストダウン獲得です。フィールドゴール成功。トライアックス3点獲得です。トライアックス31点、ハリケーンズ7点。プレーナンバー4の6、ハリケーンズファーストダウン点、ボールオン自陣39ヤード。スペシャルプレー、クォーターバックを投じたパスをキャッチアンドピッチ、キャッチをした選手から後ろに投げ、後ろに走から走ってくるバックスにボールを渡しました。これにより大きく前進しファーストダウン。プレーナンバー4の10、ハリケーンズフォースダウン6。プレーを選択します。ギャンブル。ボールオン相手陣35ヤード。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパス、1番密集にありながらキャッチしファーストダウン獲得。ギャンブル成功。プレーナンバー4の12、ハリケーンズ相手陣18ヤードからセカンドダウンステップ。ファンブル。クォーターバック10番、ラテラルパスを投じようとしましたが、ここでボールをファンブル。ファンブルしたボールを抑えたのはトライアックス44番、したがって攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4の13、トライアックスファーストダウン点、ボールオンは自陣27ヤード。クォーターバック9番パスを投じようとしましたが、これをハリケーンズ47番がキュービーサーク、高級バック対。プレーナンバー4の20、ハリケーンズフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。パス不成功。クォーターバック10番右に流れながらランニングバック34番へのパスでしたがオーバースロー、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代になります。ターンオーバー。プレーナンバー4の30、ハリケーンズフォースダウン10、
プレーを選択します。ギャンブル、パスは成功、ターゲット1番、しかしファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4-31、トライアックスファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード、試合時間残り1分7秒。インターセプト、クォーターバック9番が投じたパスを受け取ったのはハリケーンズ59番、したがって攻守交代です。ターンオーバー、プレーナンバー4-35、ハリケーンズフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル、パス不成功、クォーターバック10番ロングパス、ターゲット36番でしたが、失礼しました、89番でしたが、このパスはカバーされパス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバープレーナンバー4-39、トライアックスファーストダウン2ゴール、残り7ヤードラストプレーになります。パス不成功、エンドゾーンに向けてのターゲット8番のパスでしたがパスは通りませんでした。ここで試合終了です。試合終了となりまして、その結果クラブトライアックス31点、ハリケーンズ7点でクラブトライアックスの勝利となりました。誠にありがとうございます。日本社会人アメリカンフットボール、本日の第2試合が2時45分キックオフの予定となりました。皆様引き続き熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。